科学の進歩には実践がつきものである。いかに優れた理論を組み立てようとも、それが机上の空論では意味がない。実際に試し、過程を見届け、導き出した結果を足がかりにさらなる探求を行う。そうして人類は未知の世界を切り開いてきた。俺の名前は佐竹博文、どこにでもいるサラリーマンだ。ごめんね博文、この埋め合わせは必ずするから。ああ、急用じゃしょうがない、分かったよ。チュッ。デートはドタキャンになっちまった。せっかくの休みなのにやることがね。俺は時間を持て余していた。とはいえ、興味暇つぶしの方法はたくさん転がっている。特にスマホの中にはな。なんかねえかな、面白そうなこと。俺はいつものようにスマホを操作。目を引く記事を求めてネットサーフィンだ。いつものブックマークを一通り回って、ちょっと寄り道をしていると。なんだこれ。俺は妙な記事に目を留めた。記事によると、米国の科学アカデミーが研究によって、人間の陰嚢に味覚受容体があると発表したとある。陰嚢って、キッ玉のことだよな。味覚受容体とは、特定のタンパク質を得た際にその刺激を味として脳に伝える器官のことだ。つまり、舌と同じようにキッ玉で味がわかるってことか。なるほど、確かに面白い話だ。男性として興味をそそらないといえば嘘になる。でもこういうのを信じて痛い目を見てるからな。肛門日光浴でもう懲りてる。ブラウザは当然閉じるべきだ。しかし暇というものは時に人を狂わせる。やることねえし、一丁試してやるか。と思い立ってしまったのは一時の気の迷いなのだ。きっと実験のために用意したのはコーヒーの粉、塩、砂糖、酢だ。調べてみると味覚受容体は苦味が一番感度が高く、塩味、酸味、甘味と続くらしいからな。感覚が弱いとされる調味料から段階的に玉に塗りつけていったのだが、何も感じないな。ひょっとして刺激がまだ足りないのだろうか。そう思って再びネットで調べてみると、俺と同じく検証を試みた奴がいた。醤油に玉を漬け込んでみたら少しだが味がしたぜ、イエーイとツイートしていた。なるほど、醤油か。俺はすぐ実験してみた。すると、おお、かすかだが醤油の味がすげえ。人の新たな可能性を発見した俺は、気づけば日も暮れていたので満足感とともに床に着いた。今日一日を無駄にせずに済んだな。きっと将来玉で味わう美食が生まれるに違いない。さて、高尚な実験の成果を得て数日、俺に異変が起こった。なあ、かゆい。またが、俺の玉が耐え難いほどのひどいかゆみに襲われたのだ。場所が場所なので我慢をしていたが、書いていたら変な汁が出てきて、こりゃいかん、病院へ行こう。佐竹さんは陰嚢失神を起こしていますね。陰嚢失神、まあつまり玉袋の失神です。外部からの刺激で起きるんですが、心あたりは？心あたりは、そりゃもう、恥ずかしながら全部話した。バカなことしましたね。すみません。陰部は刺激に敏感なんです。それだけ刺激物を塗られたらおかしくもなりますよ。第一、その学説は7年前のものですし、味覚があるというのは袋の中にある精巣なんですよ。でも確かに醤油の味が。多分勘違いです。近くにあった醤油の香りが鼻に入って錯覚したんでしょう。俺は失意のうちに病院を後にした。手に入れたのが病気だけとは。今日の教訓は一つ、暇だからといってバカなことをしてはいけない。